はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマは、赤ちゃん帰りについて、その2、これ全3回シリーズのうちの2つ目でございます。それでは本日も西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、前回は、赤ちゃん帰りについてのお話ですが、前回に引き続きですね、前回は赤ちゃん帰り、どんなことするのかということを聞いてきましたが、やっぱり下の子が生まれた上の子供が赤ちゃんに帰るということは知りませんでした。そうなんです。多かれ少なかれ上の子供っていうか上のお兄ちゃんお姉ちゃんには、やっぱり赤ちゃん帰りっていうのはあるようです。そうですね。で、今回は、どうしてそもそも赤ちゃん帰りが起きてくるのかなということを聞いていこうと思うんですね。で、ちょっと前回の動画の中で次回は対処法について聞いていきたいと思いますと思って言っちゃったんですけど、やっぱりちょっと気になってるんですよね。どうして赤ちゃん帰りが起こるのか、ちょっとまずはこれをお話ししていただきたいと思います。そうですね、私も最初これが赤ちゃん帰りだって分かるまでに結構時間がかかったんですよね。はい。で、うちの子が生まれたのは、だいぶ経ってからだったんで、あれだったんですけど、でもその前にもっともっと私が若い時からピアノ教えたり何教えたりしてる時に、なぜか下の子が生まれると上の子って一時的に変になるんですよね。本当に変になるんだろうってすごく不思議だったんですけれども、赤ちゃんが生まれるとね、上の子供は必然的にお姉さんになったりお兄さんになったりするんですね。で、もちろんそういうことなんですよね。親としては単にそれはとても嬉しいですよね。あなたお兄ちゃんになったのよ、あなたお姉ちゃんになったのよって、それで済むんですけれども、下に赤ちゃんができると、最初はおもちゃ感覚っていうか、女の子なんかは着せ替えに人形みたいになるし、男の子もこうなんか動くおもちゃみたいな感じで可愛いって思うようなんですよね。そうですよね。でもよくこれを1ヶ月ぐらい、その自分が下の子がいる経験っていうものをしてみると、最初はその嬉しかったのが、この自分の大好きなお母さんがね、赤ちゃんを抱っこしたりミルクをもらったり、おむつを替えてもらったりっていうのを、その子供の目から見たら、もう母を取られた気分になるんですよね。なるほど。そう、それでみんなね、赤ちゃんができたらおばあちゃんもおじいちゃんもその赤ちゃんを見に来ますよね。そうするとそばに寄って、大体言いますよね。かわいいわね、かわいいわねとか言って、もう連発してこう言い始めますよね。はい。するともうその子供は、上の子供は完全に孤立状態になり、どうしたらまたね、お母さんとかおばあちゃんとかおじいちゃんがね、こう自分の方に向いてくれるんだろうって、こうすごい小さな頭で一生懸命考えるんだと思うんですよね。それで得た結論が、そうか、赤ちゃんのように自分もなれば、お母さんたちは絶対自分を構ってくれるし、自分の方を向いてくれるって、多分ね、そういうふうに感じるんだと思うんですよ。やっぱり注目を引かなきゃみたいな意思はあるんでしょうね。そうですね。だからはっきりは私もわからないんですけど、よく赤ちゃん帰りしてるなと思う子供を捕まえて、なんでそういうふうにするのとか、なんでそんなおむつ持ってきたりするのとか、なんでミルク飲みたいのってこう聞いたことがあるんですけど、すごい。そう、聞いてみたんですよ。そしたらやっぱりそのお母さん、お母さんが赤ちゃんの方ばっかり世話をしてるとか、赤ちゃんの方ばっかりしか向いてないとか、じゃあ寂しいんだとか言うと、うんとかね、やっぱ年長ぐらいになると分かりますからね、っていうんで、多分赤ちゃんのようにもう一回なれば、お母さんたちは自分を構ってくれるんじゃないかっていうのが、多分赤ちゃん帰りの原理かなっていうふうに思っているんだと思う。だから赤ちゃんに
戻ればもう一回愛情をね、自分に注いでもらえるっていう、本当に小さい頭が考えたことが赤ちゃん帰りなのかなっていう。そうですよね。なんかちょっと前までみんなから可愛いねって言われたのがもう、そう、変わっちゃってね。そう、もうおじいちゃんもおばあちゃんも。僕には同じこと言ってくれなくなっちゃったってなっちゃいますよね。みんな赤ちゃん見てね、可愛い可愛いって言われれば、やっぱり上の子は孤立状態になってしまうっていう、なるほど、私はそれが原因なんじゃないかなっていうふうにふと思うんですけれども、一個だけちょっと質問したいんですけど、やっぱり今の話聞いてるとこの赤ちゃん帰りは長男長女に起きやすいんですかね。そうですね、3人いた場合の真ん中で下の子ができたら、あの上の子はなるかもしれないんですけど、真ん中の子はもう上もいて下もいるから赤ちゃん帰りってあまり3人いた場合の真ん中はなりにくいですよね、やっぱりじゃあ一番上のお兄ちゃんお姉ちゃんになりやすいってことなんですね。そうなんです。だから2人兄弟の、あの1人で長男がいて、真ん中が生まれる、これは長男赤ちゃん帰りする可能性あるんですけど、真ん中がいて下が生まれた時っていうのは結構上からの圧力もすごいから、やっぱり赤ちゃん帰りになってる暇がないというか、なるほど、面白いですね。そうですね、はい、じゃあですね、第3回目はですね、そういった時にお母さんお父さん周りの方はどうすればいいのかをちょっと聞いていきたいと思います。はい、はい、お願いいたします。はい、わかりました。ということでですね、第3回目もあの対処法についていよいよお話ししていきたいと思います。いよいよ対処法について、はい、私がちょっと考えたものがありますので楽しみにしています。ありがとうございました。はいはい、では教室からのお知らせです、フレンドリースクールではメールマガジン配信しております。あのセミナーの、ね、お得な情報や独自動画、あの YouTube でも配信しない動画の配信も行いますので、ぜひこちらもご登録ください。また子育て幼児教育相談会、これ、平日と土曜日に実施しております。これはですね、実際に教室に来て実際にユミ先生とお話ができると、こういうものになっておりますので、ぜひご利用ください。また体験授業も随時受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまで各クラスお待ちしております。ぜひあの実際に教室に来てフレンドリーの様子見ていただければと思います。体験授業、動画へのご質問何でも結構です、お問い合わせは 03-339-0750 番までどうぞ。またメールアドレスは info@friendly-school.com までお願いいたします。フレンドリースクールでは今後も小学校受験のこと、子育てのこと、幼稚園受験のこと、さまざまな情報をお話ししていきたいと思います。では本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。はい。